て見て改めて思うのは、本当にいろんなジャンルの方が、しかもなんか新しいトライアルみたいなものがすごく多かったんで、この後逆にちょっとゆっくり見に行こうかなと思ってます。特に新しいテクノロジーみたいなところっていうのは、なかなかこう一個一個見るのは簡単だけど、いろんなことを見るってなかなか大変じゃないですか。そういう意味で言うと、この展示会に来た時にいろんなものが見れて、あとさらに他のジャンル、異ジャンルのものを見ながら、できるっていうのは他にはないすごく楽しい場所だと思います。